こんにちは、今日はコードとコードを連結するときにうまくいかなかったり途切れてしまったりする人が多くて、それを解決するためのアイデアなんですけど、でそれは、事前に準備するということなんです。事前に準備するというのは、コードが E を弾いています。次 D シャープマイナー7フラット5、このコードにまずこのコード自体が浮かばないという理由と、浮かんでても用意できない。 E を見てから次 D シャープマイナー7フラット5を見てから演奏すると追いつかないですね。なので次が D シャープマイナー7フラット5と分かっていたら、この E という位置にいる位置から D シャープという位置をまずベース音だけでも探す。なので目で見るのだけではなくて指だけでも探せるようにしておく。 E から D シャープで次 G シャープなんですけど、鍵盤の黒鍵の真ん中とかオクターブを構えてコードを構えた時のこの位置にいるとか、まあ、いろんな方法で次の位置をゆっくり確実に把握しておく。なので、ここですね。で、ここですね。マイナー、次 E7、 A、 E でベースが G シャープ、 F シャープマイナー、 B。 なのでほんの少し前には鍵盤上で準備できるような状態を作っておく。でこの練習を左手だけで、まずベースだけでオクターブで D シャープ、これは鍵盤を見ないで、できるようになるような感覚で、指が鍵盤を探している感覚でやるといいです。で G シャープ、 C シャープ、 B マイナー、E7、はい、A、 E のベースが G シャープ、 F シャープ、 B、 このように、指だけで探せるようにする。そうすると右手だけを考えていればいいので、両方のことを一気に考えると不可能、ほぼ不可能なので、できるだけどっちかを簡単にする。で、このやり方をやってると右手も同じやり方をすると、どちらの指も見ずに演奏できる。まずは左手からベース音をオクターブで構える練習をして、指だけで探して確認してその位置に持ってくれる練習をすると、コードの連結がスムーズにいくアイデアの一つになると思います。ありがとうございました。現在いる位置から、補足です。現在いる位置から次の位置、現在いる位置から次の位置の確認が確実にできる状態で、音と音のつながりは12音しかないので、この
オクターブの中に必ず次の音が入っていますので、これを探す出すことができること、これが、まあ、ピアノテクニックの一つだと思います。以上です。